基本的に大東亜戦争は基本的には自存自衛の戦いであって、まあ、国体護持のための戦いであったというふうに思います。ただ同時にアジア民族であったりこの有色民族の解放独立そして共存共栄のためのそういう大義を掲げて戦った戦争だというふうに思っております。戦いに敗れはしましたけれどもしかし結果的に、まあ、多くの有色人種、アジアの国々が独立、はい、まあ、アフリカもそうですけれども独立を果たしたという意味においては、まあ、この大東亜戦争の大義であったり目的というのは実現したのではないかなというふうに思っております。で、まあ、それも我が国のそういう先人たちのそういう尊い犠牲の上に、まあ、今日のこういう世界があるんだと日本があるんだということは正当に評価しなければいけないというふうに思っております。この大東亜戦争は私は今も続いているんだというふうに思っておりまして、うん、先ほどモーガン先生もあと社長もおっしゃったようにですね、うん、例えば先日の8月の9日の長崎の平和記念式典にエマニュエル大使が欠席をするというのもですねやはりああいう露骨にあからさまにですねイスラエル支持のこういう政治運動をしてですね政府に対して圧力をかけてくるとこれもですね結局はそういう欧米的な価値観を要は我が国にですね強制していると、まあ、LGBT 理解増進法の時もそうでしたけども、うん、我が国の国体であったり伝統的な価値観とは相入れないですね欧米的な価値観をまさに植民地総督のようなですね態度で我が国に押し付けようとしてきていると。でこれに対してやはり、まあ、我々日本人はですね戦わなければいけないし、うん、まさに近代以降ですね数百年にわたっては白人が世界を支配していた、うん、そしてアジア有色人種をですね支配し弾圧し搾取してきたそういう世界秩序を覆したのがあの大東亜戦争であってその大義にですね今一度立ち返ってですね今こそ我々がこの先人たちのですねこういう思いを継承してですね外圧をですねそういう内政干渉を排除しなければいけないと思いますし国体を護持しなければいけない。そして同時にですねイスラエルがパレスチナに対して私はもうホロコーストに匹敵するようなですね大量殺戮を行っていると。で我々も先の大東亜戦争では広島長崎にですね原子爆弾をアメリカに落とされた。これは私ははっきり言ってアメリカのですね白人による人種的な偏見に基づくですね行為だと。アメリカは戦争をですね終結を早めるために落としたというふうに言ってますけれどもそれはもう全くの嘘でありまして日本に戦争遂行能力がないのが分かってた上であえてああいう大量殺戮を働いたというのはまさに我々有色人種に対する偏見があって一つのこういう人体実験としてですね原爆投下をしたという点においてはですね結局そのエマニュエル大使がパレスチナに対して持っている考え方あるいは我々に対して平然というですねLGBT 法を押し付けてくるこの考え方というのは私は根底にある価値観というのは思想というのは一緒だと思うんですね。ですからまさに今こそ国体護持アジアの独立解放共存共栄道義的な秩序というまさにこの大東亜戦争の大義をですねもう一度立ち返って我々に今日を生きる我々が戦わなければいけないんだというふうに考えております。ちょうど今指摘いただきましたアメリカが平和のためにね、早く平和をもたらすために原爆を落としたっていうのは当時ずっと我々の昭和いっぱいぐらいまで、まあ平成入ってもですけどもつまり発表では本土決戦をやってアメリカ軍が上陸したら100万人の米アメリカ兵の、ね、死傷者が出るってこういうようなことだったからやったんだと言いましたけど先ほど今指摘あったように実際は国防総省としては戦っても5万人ぐらいの損傷だろうと米軍はね、うん、分かってたってただ大げさに言ったっていうか100万人出るっていうねだから落としたんだという理屈をつけたっていうのは最近ねこう最近でもないけどもうだいぶ前からですけど分かってきてるやってるやり方がまあ異教徒とか自分と違う考えの価値観で自分たちの生存のためだったら向こうを全滅させても構わないというねこういうはっきり言って残念ながら、まあ、旧約聖書の先民思想みたいな形の中で行われていることがあるということも我々はいい悪いじゃなくてですね勇気を持ってその事実を頭の中に入れて判断しなきゃいけないってね今折本さん言ったように事実を事実としてね引き受ける勇気を持たなきゃいけないと思います。